この間のファッションショー楽しかったな。すごかったよね。うんうん、みんなであんなショーに出られるなんて思わなかった。みんなのおかげで無事成功したんだよ。どうもありがとう。3人でライブするの楽しみだな。今回のユニットライブ、主役は花代ちゃんなんだよ。一緒に頑張ろうね、花代ちゃん。うん、緊張するけど頑張ってみるね。花代ちゃんの魅力を引き出すような素敵な衣装を作りたいな。あれ、でもユニットライブは今までの衣装でやるんじゃなかった？そう思ってたんだけど、やっぱり新しい衣装を作ってもいいかな。ファッションショーをやってみて、私はお洋服を作ることが大好きなんだって改めて思ったの。ショーではその思いを大切にできてすごく嬉しかった。でもスクールアイドルの衣装を作るのも大好きだから、ショーでの経験をもとにもっと素敵な衣装が作れるような気がするの。今なら今までとは違うスクールアイドルの衣装が作れそう。こういうのって自分勝手かな。それは大丈夫。衣装作りだけじゃなくて練習も今まで以上に頑張ってみせる。ほのかちゃん、花代ちゃん、それでもいいかな。もちろん、小鳥ちゃんの新しい衣装楽しみにしてるね。私たちにできることがあったらいつでも言ってね。みんなで頑張ろう。ありがとう。ユニットライブ成功させよう。